遠藤真理は、新潟県を拠点に活動する、ラジオパーソナリティ、フリーアナウンサー。新潟県西館原軍館町出身。血液型は、A 型。ホラー映画とカラスが好きで、大の酒好き。高校生の時に、高校野球の地区大会で、スタンドリポーターを経験したことで、アナウンサーを目指すことを決意する。1995年4月より1年間、8代目。 八彦駅えきかん公益長を務める。テレビ、新潟放送網を経て、1998年には、円三条 FM 放送の設立に携わる。2000年の新潟県民 FM 放送会局時から2020年の閉局時まで FM ポートに携わっていた。FM ポート閉局後の2020年8月より、BSN ラジオに出演。現在、新潟日報で S ッを連載している。 また、新潟の月間生活情報誌、キャレルにて、四畳半日記を連載している。2 0 0 9年5月28日に放送された、特別番組、アガの流れに思いを乗せてさんちゃんが歌う、新潟水俣病にて、日本民間放送連盟賞のラジオ共用番組、部門優秀賞を受賞。2018年12月に開かれた、新潟経済新聞主催の、 地域活性化フォーラムではパネラーを務めた2021年4月10代目ビュー福島方名誉館長に就任任任期2年ありがとうございます